DAW レッスンの鈴木です。堀田です。今回は2020年9月の特集企画、はい、はい、ベースについて、はい、ということで、音源をベースにしながらも、うん、まあ、ベーシストである堀田先生に、はい、あのリアルベースと、はい、音を聞かせていただきつつ、はい、まあ、こういう風にしたらもっとより良い打ち込みでもベース表現とかっていうのはできるのかなっていう、うん、ベースの基礎知識とちょっとした応用みたいな、はい、ところでですね、ちょっと話をしてみたいなというふうに思っているんですけれども、うん、はい、今ベース音源って割と有名なところでいきますと、うん、IK マルチメディアの今出てるモドベースですね、はいはい、あとはスペクトラソニックスのトリリアン、はい、あと最近出たトゥーントラックの EG ベース、うん、はい、あたりがまあ人気が特に高いのかなと思うんですけれども、はい、今回は一番こう双方的にも、うん、いろいろカスタマイズが効くモドベースをちょっと例にですね見ていきたいと思います。はい、はい、まずはじゃあこのモドベースっていうことは何ができるのかっていうのをちょっとご紹介しつつ、はいはい、ベーシスト視点でああだねこうだねみたいな形でちょっと言っていただければなと思うんですけれども、ちなみにこれ触ったことあります？ざっとですけどね、はい、どんな印象ありました？いや、なんか小器用な感じ、何でもできるイメージ。うん、そうですよね、うん、いろんな機種があり長さも変えれて弦も変えれてみたいな、うんうん、すごいねっていう感じですよ、うん、はい、まあ、今あった通りなんですけれども、うん、いわゆるこうさっき出てきた名前でいきますとトリリアンであったり、はい、イージーベース、うん、っていうのはサンプルベースですよね、うんうん、録音した音をベースにして音鳴らしている音源なんですけれども、うんうん、はい、それに対して元ベースっていうのは、うん、モデリングの技術っていうものが積極的に取り入れられていて、はい、サンプルっていうよりもここで音作り出してる感じになっているってことですよね。そうです、楽器自体をカスタマイズできるみたいな要素を持っているっていうのが大きな特徴かなと思うんですよね、うんうん、はい、でまず一番分かりやすいところで一番上のものはモデルですね、うん、ベースの種類がもう選べる、まあ、音色ですけどここは選べるんですけれども、はいはいはい、60SP ベースじゃあ、はい、P ベースって何かというところからいきましょうか、はい、せっかくですので、はい、プレシジョンベースですね。はい、これはあれですよね、一番最初に出たできたエレキベース、そうですっていう認識でいいんですよね。そうです、要はフレットを打つことによって正確な音程を誰でも奏でられるよっていう意味でのプレシジョン、うん、っていう認識で合ってます？合ってると思います、はい博士ではないけどそうと思うよ、うん、なんかよく言われるやつですよね、うん、そうですね、はい、はい、どういう風な時にプレベって使いますたらいいですかね。ミッドレンジで、いやちょっと音出してみましょうか。この後ですね、そんな感じですね、はい、プレベっぽい。ハイミッドに特色があります、うん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 、いわゆる稲たい音っていう音が出やすいとか、ファンクとかそういったところのジャンルは結構好きなんじゃないかなって、あー、わかります、わかります、思います。個人的にはアシッドジャズとか、あ、そうですね、あの時代のあの感じ、うん、か、ロックンロールみたいな、そうだね、あのダウンダウンでダガダガいく感じの、そうですね、ピストルズとかも確かプレベじゃなかったかな、ジャズベじゃなかった気がするな、うんうんうん、ちょっと自信ないけど、でも高知系のやつだった気がします、うんうん、はい、はい、でこれが60年代ようなヴィンテージそのサウンドと、はい、まあ、今はこれ私が鍵盤で弾いてる音ですね、うんうん、で70年代のっていう、うん、ちょっとモダンになりましたね、明るくなりましたね。そうだね、これ弦とかは一緒のままなんだね、うん、っていう感じですね、うん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 、で70年代になってくるとジャズベが出てくるわけですね、はい、時代の進化がね、そうですね、まあ、ピックアップの配置とかも変わったりして、はいはいはい、そうですね、うん、ジャズベっていうと、ジャズベっていうともう難しいですねこれ、普通のベース、ザ普通のベースですジャズベースっていうくせに普通のベースってイメージがすごい強い。これは何ですか、もともとジャズ用に作られたとこなんですか？多分そうなんじゃん、うん、まあ、あのウィキペディアとか気になる方は見ていただければ、うん、ごめんなさい、あのね、その辺知識全くない、なんかよく聞く一番いわゆるエレキベースって言った時には多分この辺の音は、そうですね、想像する方が多いのかなっていう感じですよね、うんうんうん、まあ、ピックアップがね前後に広がったことで、はいはい、まあ、音作りもねまた変わってきたよみたいな感じになると思うし、これはフロント側のピックアップとリア側のピックアップの音量バランスで音作れるよっていう、そうです、感じですよね。なんでボリュームが2つあって1個トーンっていうので、うんうんうん、あの音の明るいくらいを表してますみたいな感じに、はいはいはい、多分これが一番本当持ってる人が多いんじゃないかなと思うぐらい、うん、流通量は多い、そうですね、うんうん、
はい、で今度モダンジャズベースです。最近型のやつですね。はい、この音ですね、うん、なんかピックあれですね、電池入ってそうな音しますね、うん、アクティブのモダン的なパキって立ちのいい音ですね。はいはいはい、もうそうですね、うちもどっちかこの辺をよく使いますね、うんうん、使うときには。なんかそのピックアップの鳴らすときに電池使うのかそのまま自分で頑張るのかっていう2タイプがあって、うん、中にプリアンプを持ってるかどうかって違いですね。そうそうそう、パッシブとアクティブっていうのがあるんですけど、はいはい、なんていうんですかね、出力強めな音がどんどんしてくると、うん、バキンとかビリンとかカクカク言ってくるとおほアクティブかなみたいな気持ちになってくる、ちょっと元気な音かなっていうなるんじゃないですかね、うんうん、そうですね。今度はデビルベース、うん、SGっていうギターを多分模してる、まあ、ギブソンから出てきたそうです、ね、ハムバッカーの音が多分これはあれなんじゃないですかね、はい、こんな音ですね。ちょっとヴィンテージ感、はい、まあ、ほかにいいって感じな気がします、うんうんうん、でもこれはこれでいいですよね、うん、あとはこれですね、一世を風靡した、そうですね、ジャミロクワイ好きそうな人だったらなんとなくこう分かるんじゃないかなみたいな、はい、ジャミロクワイなのかな、違うかな、レッチリ行くんじゃないかな、フリーかな、そっか、俺ジャミロクワイなイメージだな世代もあり、あると思いますしね、そうだね、うんうん、カリフォルニケーションって感じかもね、ああそうだねってやつね、そう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 、はいはい、まあスティングレイですね、まあはい、これもレオ・フェンターさんが作ったベースですので、うんうんうん、まあ、この系統にダイレクトの系統ですよ ね、 そうですね、プレーベージャズベースティングレイみたいな、うん、ミュージックマンってところから出てるってやつですね、はい、でここからはですね、うん、このモデルに関しては標準で5弦ベースと、うん、いう感じ、まあ、スティングレイと5弦のイメージ個人的には強かったりするんですけど、5弦って何が違うのかっていうのをまた後ほどちょっと触れたいと思いますけれども、はいはい、まあ、イメージとしてはモダンジャズベースをもっとパキッとした感じですかね、うん、まあ、パンチのある音ってよく言われますね、うん、太くて丸いっていう、はい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 、はい、イメージはあります。はいはいはい、次はですね、リックス・リックンベース、逆に読みにくいっていうリッケンバッカーだよそうですね、リッケンバッカーのベースですね、はいはい、これはリッケンバッカーって言ったらビートルズとかなるんですか、好きな人。あ、でもヘフナーかな、ね、まあ、うんうんうん、ちょっと何とも言えないところではあるけど、まあ、そのいわゆるクラシックロックだったりとか、うん、っていうところにも行く人はいますし、まあ、ビジュアル系のお兄さんでも使ってる人はちょいちょいいますね。名前から今、うん、ドイツかなね、ユーロな感じなのかなと思ったら、アメリカのメーカーみたいですね、はい、ダンエレクトロとかとね、まあ、近いところにいますね。あ、そう言われると近いかもね、まあ、子会社みたいな感じなんだったっけ、ダンエレクトロ、うんうんうん、音的には立憲60代のね、あ、リンゴ、シーナリンゴでもおなじみ、ね、はい、リッケンバッカー出てくるね、こんな音ですね。リッケンバッカーはあれですね、ちょっと音に癖ありますよね。あります、好きな人ってとことん好きなイメージ、うんうんうん、確かに確かに、そう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 、値段も安くないんだよこれそうですね結構やる気ある値段なんで、おしゃれ系の感じがするよね。そうですね。続いてスタジオベース、あの辺かな、クルーズベースマニアックとかそういうやつだな分かんない、分かんないな、なんかその辺な雰囲気を感じるけど、どうなんだろうね、音的には粒立ちはいいですね、パキッとした感じだね。これもアクティブっぽい音ですね。そうだね、こうなんかカチカチした感じの音は結構アクティブっぽい雰囲気に近いんじゃないですか。はいはいはい、で当然これも5弦と、うん、はいはいはい、次バイオリンベース、ヘフナーですね。リリースが違いましたね、ディケイ感というか、うん、フラットワウンドの特徴ですね。はい、まあこれはちょっとジャンルを選びそうですね。うんうん、ミスドっぽい曲作りたくなったらどうぞっていう感じ、ね、まあでもこれにしか出ない雰囲気ってありますもんね、うん、やっぱりおしゃれな感じしますよやっぱり。はい、いっぱいありますねまだ、はい、次はサンダーベースはい、サンダーバードですね。サンダーバードですね、はいはい、ちなみに僕メインで使ってる外部用のベースこれですよ。サンダーバード？スペクターだけどね。おお、すごいなとんでもないな、最近見ないですよね、ないですね、サンダーバード、はい、ギブソン。でもサンダーバードってこんな音でしたっけ。
サンダーバードって言われるとニッキーシックスのイメージがすごいあるんだよな。なんでエイジーズメタルとかそういうあたりの、はいはいはいまあ、質感とか雰囲気とかっていうのを、まあ、行くんだとしたら、あとイエモンとかグラムロックみたいな感じですか。あそうだね、うん、とかっていうのにはすごくハマりがいいんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、はい、次はですねジャパンベース、これこそヤマハじゃない、ヤマハですね、これヤマハっぽいですね、うん、あーわかるな、このパキッと感ね、うんうんうん、みたいな感じですかね、ジョン・マイ・ヤングですかね。まあまあまあ、はいはい、まあ確かに粒立ちがいいのですごく使いやすいかもですね、うんうんうん、次がこれですね、フレームベース、さあこれどこか、これなんだろうね、これこそスペクターじゃねえの、そっち系だよね、みたいな感じですね、うんうん、次がインペリアルベース、これはフォデラですね多分、6弦、うん、インペリアルってモデルがこれなんですよ、うん、はい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 、うん、お高いベースですもんね、蝶々マークのやつですね、なんか家具みたいな感じですよね、うん、そうですね、はい、次がメタルベース、これはあれですな、ファンフレットの最近のやつですね、うん、名前忘れちゃった、なんだっけ、でもこの辺も使いやすいですね、音、単純に音としてめっちゃモダンですよ、ああこのでもあの強い音を弾いた時のベチ感、うん、ちょっと歪ませてもいいのかもですねみたいな、ディングウォールだ、思い出した、ディングウォールだ、このなんかスポーツカーみたいな車の、はいはいはい、うん、イタリアっぽいな色はね、そうだね、まあちょっとじゃあ今回はスタンダードなところで、うん、うちの比較市場になってるのがアトリエなので、うん、この中でいくとモダン J ベースが一番雰囲気近いかなと、そうですね、思いますので、これでちょっとやっていきたいと思うんですけれども、はい、うん、ちなみにこれピックアップも動くんですね、めちゃくちゃですね。あとこれ弾くとこですね、うんうんうん、これはネックの方、うん、要はこのフレットの方ですね、うん、に近づくほどちょっと甘めの音がこうするわけですね、うん、でピックの位置も、うん、こういう変化ですね、まあこれに関しては実際こういうことできませんからね、そうだね、ベース買い替えまくるしかないからねそれ、うん、これがリアルかって言われたら分かんないっすっていう感じにはなってしまいますけれども、多分好きなトーンでいけばいいんじゃない、はい、かな、なんでこの辺は面白いところですよね、ファの解放が下で来ると嬉しいです、そこってだと音がすごく分からない、そっちの方が分かりやすいです。あ、なるほどなるほど、確かにね。やりづらいかな。いや、全然大丈夫だよ。こういう状態で。わ、理想が狂うところまで。そうですね。ちゃんとできてるわけですね。はい。はい。っていうモデルがいろいろあって、楽しめますよと。はい、はい。次、プレイスタイル。はい。ここからですね。うん。ベースっていうと、うん。主に3つって考えちゃって大丈夫ですか、奏法弾き方としては、オーソドックスなのはその3つです、フィンガー、はい、ピック、はい、スラップと、はい、まあ、それぞれじゃあ説明していただきますかね、指で弾く、はい、ピックで弾く、はい、手で弾く、はい、3つですシンプル、はい、実際に音源と生のベースで聞き比べてみましょうか、はいはい、フレーズじゃあ適当に弾いてみるのでついてきてください、はい、まず音源からです、はいはい、こんな感じですね、指、はい、いきます、はい、うん、ね、基本的には似てますよね、やっぱり、うん、方向は、うんうん、次にじゃあピックにしてみます、はい、そうすると、はい、ちょっとブライトな元気のアタック感がはっきりとしたサウンドになりました、はいはい、で今度ベースです、はいはい、いはい、っていう感じなわけですね、はいはい、最後スラップですね、うん、はい、これじゃあ解説してください
親指を使ってまあまあやるのがまあオーソドックスというかモーバなんですけど、もともとはそのパーカッシブな音を作りたかったっていうのが多分成り立ちとしてあると思うんですけど、要はこのパチパチいう、それはあれですよね、親指で特に4弦3弦ぐらいまでですかね、そうですね、とかを上からこう叩き、指板に向かって叩きつけた時に弦がフレットにバチって立って今みたいな、このまあ、ノイズというか、まあ、これでパーカッシブな音を作りましょうねっていうような感じだったりとかまあしてたんですけど、あとはあれですよね、人差し指とかで弦を引っ掛けて上に引っ張るって感じですよね、このプルっていうことは、まあ、あります。これですね、なので叩く時の音はでこれでまあっていうのがまあ一般的なもんですもんね。みやみやみやみたいな感じですね。そうですね。はい。はい、というまあ3つの奏法がまず基本にあるのかなと。で、この辺に関してはミュートがですね、具合とかを変えれたりするわけなんですけれども、そうですね、じゃあちょっと違うところいきましょうか。はいはい。このストリングス、これはモドベースに特有のパラメータなんですけれども、これ何弦なのか。これいいですよね。これ本当に便利で。当たりねみたいな、はい、4弦ベースの場合ですと、4弦開放がこの E の音ですね、E1、それ以下は出ないわけなんですけれども、はいはいはい、5弦にすると下の開放が B まで落ちてくると、ので使える音域が増えるよっていうのがまず一つですよね、あともう一つやっぱ細かいところでいきますと、こう5弦にすると4弦の音が変わりますよね、特に、そうですね、っていうところをちょっと確認してみましょうか、せっかくなので。今4弦ベースが手元にないので音源での比較になっちゃうんですけど、4弦ベースの時での4弦開放の E ですね、5弦にすると質感が変わりましたよね、柔らかめの音になるっていうのが、音と的なと見た時での4弦と5弦の違いですよね、でこれは単純に何て言うんでしょう、求めるものによって音が違ってくるって感じですよね、なので5弦の方が音域広くていいじゃんってなるんだけれども、4弦開放の E の音は4弦ベースの方がくっきりしてるよねみたいな、そうですね、っていうところの使い分けですよね。やっぱり5弦の中の E の音っていうのは、そこまでではない。そうだね。なんて言ったらいいんでしょうね。便利ですよ。だし今のもの、その辺で流れまくってる曲はほぼほぼ5弦なんですけど、なんで4弦で厳しいことが多々あるんですけど、じゃあみんな4弦をなぜ全員捨てていっていないのかっていうのはそこに理由があって、4弦でちゃんと E のドンって音とか、要はアプローチの仕方、同じ音でも、例えばさっきもやってたんですけど、なので、まあ、なんていうの、弦の弾いている場所で違う音が出るわけですよ。はいはいはい。今さっきやってたの、まあ、こんなような、ってやってたんですけど、ね、そうですそうです、オクターブのやつやってたんですけど、ここの音と、今、開放弦を混ぜた音。ですね。高いところの音をまあ鳴らしてるんですけど、高い弦の方を鳴らしてるんですけど、はい、これと、これは違う、もうそもそも別物なわけですよ。はい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 。音程で言ったら一緒だけれども出てくる音は違うよっていう、そう質感としてどう取るかっていう風に考えていって、多くのベーシストはこっちを使いたがらないです。そうだね、こっちの低音の成分がでかくて、っていう弾きやすいしね、そうアプローチもかけやすいのですよ、なんて言うんでしょうね、どっちを取るか、まあこれも5弦の時のここのベースの音でもいいんですけど、はいはいはい、どっちがいいのかっていう話になるわけですね、こっちなのかこっちなのか、でも多くの5弦ベースとか使う人はこっちは多分あんまりいかないと思いますよ、そうだね、なぜかっていうとこっちの方が腫れる音が出るからだと思うんですけど、なんていうんですかね、これ4弦でやるともっと顕著にいろんな音が出てくるよっていう風になるのであとそうですね、音源はあんま関係ないんですけど、5弦ベースとか多弦ベースになってくるとやっぱ5弦ってちょっとチューニング甘いじゃないですか、ピッチ、はい、どうしても甘くなっちゃうっていうのもありますよね、そうですね、
ギターとかベースを弾いたことのある方だったらすごく当たり前のことだと思うんですけれども、うん、単純に鍵盤とか打ち込み上のピアノロールで見ちゃうと、うん、ドレミファソラシドっていうのはどの音は絶対値の音なんだよね、うんうんうん、例えば C っていう、あ、もう一曲食べかっていう音があった時に、うん、今は5弦ベースで3弦の3フレの C と、うん、4弦8フレの C、うん、同じ音ですけど聞こえ方は全く変わってくる、うん、っていうのが結構フレーズを作る上では重要で、うん、でもちろんこれはこの品がどこの帯域を抑えるかっていう指定もできるので、うん、この辺をこだわっていただくと、うん、より同じフレーズでも、うん、あの質感の近い感じに持っていけると思います、うん、結構この勝手に動いてくれるんですよ音域を変えていくと、うん、でもこんな弾き方はしないよねっていうフレーズにやっぱどうしてもそうですねなってしまうのでオートで触るとだいたいしかも高音源の方に吸われていきません、うん、フレーズそうですねそれが一番しにやすいベースの打ち方というか、うん、音はなってるけど、ね、そうそうそうちょっと一気に難易度高い話になっちゃいましたけどこんなこともできてくるよっていうのが、はい単純に音域だけじゃない4弦5弦との考え方というか、はいはい、いう感じでございます、はい、ドロップチューニングもこれできますね、うん、実はああすごいドロップって、最低限を1音全音分下げるっていう感じですね、うん、でこドロップ D になると、いう機能がついてたりですとか、うん、あの弦の種類とかをフラットワウンドとラウンドワウンドで変えれるっていう、うんうんこれすごいですよね。うん。なんていうの？モデリングベースじゃないと絶対無理だよね。そうですね。2音。これフラットワウンド。どう違うんですかこれ。機構的に。機構っていうか構造的に。弦があって、はい、巻かれてる弦がまああるわけなんですけど。はい。ラウンドワウンド。芯の中にこうやって巻かれてるんだよね。真ん中の芯があって、そこにぐるぐる線、この鉄線巻かれてるんですけど。はいはいはい、鉄線が、要は太い、要は、なんていうんですか。ねじれてこうギルギルバネみたいなねなってるんですけど、はい、それが、ラウンドはそのまま巻かれています、はい、フラットはあのカットされてるって言ったらいいんですか、うん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 、ペロッとした感じにペタペタっとなんていうかね半分かまぼこ切ったみたいな感じのやつになっています、はい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 、音的にも、はい、こういうちょっとパンチが欲しいのであればやっぱラウンドワウンドですよね、はい、やっぱフラットワウンドって個人的にはあのフレットレスとかのうん相性がいい子かなとは思うんですけどねとかさっきのビートルズベースみたいなヘフナーとかについてるのはフラットが基本だったりするのかなと思います、ねうんうん、はい、まあ、ウッドベースの派生、まあ、最初はこっちだと思いますよだからああそうですね、うん、そういうなんかうわ派手なことしたくなかったはずなんですよ最初はおとなしめのちょっと柔らかめの優しい音が欲しい場合にはフラットワウンドですね、うん、はいあとエイジで、うん、こう使い古した弦なのか、はい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 、新しい弦なのかっていうボトムなんとかって書いてる何ニューブロークンインブロークインかはいオールド、はいはいはい、3パターンですね、はい、新しい方がやっぱ張りのあるブライトな、うん、こんな元気な音ですね、うん、それに対してオールドにすると、うん、僕こっちの方が好きですサスティーンがなくなっていく感じの、はい、甘めの太い音ができますねはいそうベーシストの人たちってすぐ変える人と全然変えない人とあそうですね、二択でいてですね、うんはい、変えない人はあのギターの日じゃないですよね変えないずっと変えないかもしれない年単位で変えない人いるし、うん、いますよね、うん、変えたくないっていうちゃんとあの何ていうんですかメンテというか手入れというか弾いた後すぐ、はいはいはい、ね弾いた後すぐ拭いたりとかするとか、うんうんまあ、そういうのはあるんだけどでもあります僕もどっちかというと新しい弦よりも古いやつを育てていく方が好きですおお育てていくっていう表現いいですね育てていや本当にそうなんですよだってしくじると本当にゼロからスタートみたいですよねやっちまったぜみたいなことになるんではいはい、まあ、この辺は本当にお好みで変えていただければいいのかなとは思いますし、うんはいはい、あとはエレクトロニクス系でピックアップがいじれたりとかっていうのもするんですけれども、うんうんまあ、ここは本当にあのモドベースのところには要素が強くなっちゃうと思いますので、うん、モドベースとその解説動画等を見ていただければ、うんうんはいはい、より多分細かく分かるのかなと思いますはい、はい、でまあ、さっきあの触れたところでいきますと、うん、こうどのフレットで弾くのかとかっていうのによって音が変わるよっていうのをコントロールすることができるのが、うん、このコントロールのセクションでいくと、うん、フォースなんとかストリングってやつですね、うんうんうん、でこれも、多分ギターベースを打ち込みでやるときにも知っておく方がいいと思うのはやっぱ各弦の開放弦の音ですね、うんはい、っていうのは知っておいた方が多分いいなとは
思うんですよ。そうですね。うん、4弦ベースの場合ですと E から G までですよね。うん、そうっす。で5弦になると下 B が増えて、うん、6弦になると上に C 弦が増えると、はいはい、いうのが基本ですね。うん、なので、まあ、通常使う分には G、D、A、E、B というふうに覚えていただければいいかなと、うん、はいはい、等間隔に並んでますね、ほぼ。そうですね、はい。あとこれが必要なのが、はい、あのスライドとか打ち込むときですね。グリッサンドとか、うんうん、同じ弦の中でこう動かしていかないと、これ、サスティンペダルを踏んでる間にこう鍵盤をスラーで弾くとスライドしてくれるんですけど、うん、やっぱこれ基本同一弦内でやらなきゃいけなかったりもしますので、うんうん、アップはいいんですけどね、ダウンしようと思うと、うん、最初の1音目をどこで弾くかっていうのが重要になってくる、なるほどね、ところもあるのかなと思います、はい、というここまで一通り触れてきましたけれども、うん、ここまでが入門編って感じで大丈夫ですかね。いいと思います。はい、こういう音源で扱う場合割とよく言われるんですけど、うん、今特に最近のベース音源だったりすると、うん、最初からこうアンプがかかったような状態で聞こえてくると思うんですけど、うん、はいはい、例えばここでアンプのセッティング自体を自分で作りたいよとかいう場合には、このアンプの成分をオフにしてしまえば、うん、DI だけの音になる、ね、DI の音になるので抜き出せるので、はいはい、うん、その後に例えばアンプリチューブであったりとか、うん、好きなベースアンプシミュレーターをかけていただければより音作りの自由度は上がってくるのかなという感じですかね。はい、では続いて、はい、第2編、うん、第2章分かりませんけれども、うん、じゃあ今度フレーズをじゃあどうやって作ったらいいのかっていう実際のパターン作りというかフレージングについてちょっと考えていきたいと思うんですけれども、うんうん、特別に何て言うんでしょう、はい、ベースをそんな詳しくないよっていう方が、うん、まず一番やりやすいのってルート弾きだと思うんですよ、うん、ベースそれですからね。そうです、基本はそこですよね、やっぱり、うん、いろんな最近エクストリームな人いっぱいいるんですけど、はい、まあでもなんだかんだ言うてその楽器の役割としてベースっていうぐらいなので、はい、コードルートとかその辺のものの、まあ、ボトムを支えてる人なわけですよ、うんうんうん、なんでそこの音を抑えていくことがまず大事だと思います、うん、そこから遊ぶのはいいんですけど、そこが抑えきれてないとわけわかんないことになるし、役割として謎ですそうだね、はい、タッピングとかいっぱいやる人いっぱいいるんですけど、まあ、それも全然もちろんいいんですけど、うん、特殊奏法だからね。そうなのでちょっとじゃあ軽くドラムを打ち込んでみましょう。例えばじゃあこういうドラムパターン、はいはい、何のひねりもないですけれども、いただきます。あった時に、はい、じゃあまずベースはどうやって入れてきたったらいいかっていうと、今の流れでいくと、うん、コードのルート音を入れていけばいいよと、うん、じゃあ何も考えず1625で入れてみましょう、うん、みたいになるわけですね、うん、はい、うん、でじゃあそうですね、わざと意図的にではあるんですけれども、全部同じ長さにしましょうかで同じ強さにしてみましょう、はい、はい、要はマウスで打ち込むとこういうデータになっちゃうわけですよね、うん、はい、これでまず第一段階、っていう状態になるわけですね、はい、で最近のでも音源ってすごくて、うん、そんなに違和感ないんですよねそうですねあの音色がリアルなので、うん、ベタでもそこそこ聞けちゃうっていうところはあるんですけれども、うん、まあ、これをよりよく、うん、おちょっと分かってんなっていう風にしていきたいと思います、うん、はいはい、これ縦で見れば間違ってないんですけど、うん、横で見た時には決して綺麗じゃないよねっていうことが言えて、経過音をつけてあげるとやっぱもっと音と音とが滑らかにつながるじゃないですか、うん、なので私個人的にはルート主体のフレーズを作るときにも、うん、やっぱ例えばこの場合ですとドドドドドドドラララですよね、うん、っていう風にやっていきたいなっていうタイプ、うん、いいんじゃないですか。で今幸いにも C メジャースケールでやってるので発見の音であればどれも入れられますよね、うん、ラララララララってここにドを挟むとか、うん、みたいな感じでやることが多いですかね、うんうん、ルートをそのままからの第一段階としての脱却なのかなと思うんですけれども、うんうん、そうですね、つながりつなげていくのはとてもいいんじゃないかな。
うん、じゃあここからじゃあさらに展開させていくとしたら、はいはい、やっぱり入れやすい音としては、うん、158ですよね、うん、ギターベース系でいくのであれば、うんうん、っていう動き、うん、タタ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 とかとしてみましょうか。みたいな、うん、っていう風に作ってきますかね、個人的には。うんうん、まあ多分このフレーズとこのフレーズって一曲の中で共存することは今みたいにないとは思うんですけどアプローチとして入れやすいのは158なのかなっていう。そうですね、手のパワーコードみたいな手の形になるんですよ。うん、一番自然な形だよね、弾きやすい。楽器で見た時に、まあ、ルートノートがここにあった場合、はい、で鍵盤だとちょっと分かりづらいんですけど、すぐ行きやすいのは5度で8度、これがオクターブ、うんうん、これがなんかまあよくね、その辺で死ぬほど見るやつですよね。そうですね。だけどまあまあね、ディスコっぽくなっちゃうってのはそういうことで、うん、あんま使わないわけですよ、うん、使う時は使うけど、なんだけどこっちに行くか、うん、かっていう風な動きでいくか、うんうん、そうね、ここはいかないよねっていう風に、いかないいかない、これだってもおかしいよねっていう風になって、今のその16だったのでみんなったら、うん、この音の中で動くっていうのがセオリーになってくるっていうのが伝わるかどうかっていう、まあ、ここに関しては本当に正解はないんですけれども、うん、一つ見え方としてやっぱりあるのは、うん、その楽器らしいフレーズっていうのはその楽器で弾いた時に弾きやすいものであるよ、まあ、ことが多いですよね、うん、そうですね、無理がなく動くってものが一番いいと思う、うん、ピアノロールで単純に音だけで見てしまうとどの音にも、うん、要はこの例えば C メジャースケールだったらドレミファソラシと全部使えるじゃんっていう風になって、うん、音楽的には間違ってないですよね、うん、でもそれをパズルみたいに無理やり合わせた時に、うん、じゃあそれが曲として自然に聞こえるかというか、うん、となるとちょっと違うのかなとは思うので、うん、そうですね、ある程度その曲のシンコペに対してまずパターンを作っていって、でうんまあ、ルートであればあんま無視しちゃってもいいと思うんですけどね、でそこに対して音程をつけていく、うん、でそこは158から始まって、うん、あとは音と音とのコードチェンジのところで、うん、どうしたら声が滑らかにつながるのかなっていうのを考えていただくっていうのはいいのかなと思います ね、 そうですね。でこのフレーズだと例えばこの G の音、うん、これ今下に下がりましたけど上がるっていうアプローチもあるじゃないですか、うん、そうですね、っていうのと、うん、1オクターブ上げても変じゃない、うん、っていう風に、うん、でこの場合は私の場合は次につぐつながる音に対してどういう風にこの音をアプローチさせていきたいのか、うん、で変えちゃうことが多いですかね。はい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 、はい、どうですかベーシスト的に見たら。いいんじゃないですか、僕だと絶対その最後の音で戻そうとするけど元に、うん、あそうだよね、タタタタタタっていう風にするとか、うん、階段にすくっていくとかそこからグリズで落とすとか、まあ、いろいろなんでこの場合であれば、うん、次におそらく、まあ、C に戻ってくるじゃないですか、うん、でこの C に戻るところに下げて戻りたいのか、うん、上げて戻りたいのかっていう、そうですね、うん、ところですかね、タタ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 タとかねそう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 、テクニカルにするのであれば、うん、こう上がって下がってもいいんですけどね、うん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 、とかっていう風にあまり縦だけで考えすぎないで、うん、横のラインでも音程とかっていうのを見ていただくと、うん、もうちょっとこう広がりが出てくるのかなっていうのは気がしますけど、はいはい、まあまあちょっと今回はとりあえず入門編っていう形なので、うん、セオリーというか絶対に失敗しにくいところを攻めていこうとは思っておりますけれども、はいはい、はい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 、じゃあ次のフレーズに行きましょうか、はい、じゃあこういうフレーズがあった時にやった時に、うん、人間が弾くと絶対これにはなんないじゃないですか、はい、すごく打ち込みっぽく聞こえてしまうと思うんですよ、うん、やっぱりどんなに音源が良くても そうですね、いやそれをどうしたらもうちょっと生で弾いてるっぽくなるのかっていうのをちょっと次考えてみたいと思うんですけれども、うん、もうそこはもう聞き比べてみましょう、うん、堀田先生このフレーズ弾いてください、はい、っていうのを無茶振りして
はい、というふうになりました、うん、じゃあ実際に聴き比べてみましょう。まずはじゃあ打ち込み版、弾いた版、っていう風になって結構やっぱ違って聞こえますよね。うん、まあ、スーパーざっくり弾いてるからね、脅迫若干ちょっともねあのまあいいわ、それはそれって感じだけど、はい、はい、っていう風になった時に、うん、じゃあ何が一番違うのっていう、これと、うん、ってなった時だよね、うん、何が違う、リズム感音の強さそうですね。じゃあ、はいはい、まずは音の強さ、ダイナミックスですね、はい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 、右的に言うとベロシティ、うん、今は意図的にこう81か、うん、っていう数値に揃えてしまったわけなんですけれども、うん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 、当然人間こんなことはできないわけですよね。そうですね。で、機械的っていうことになることによってちょっと不自然さが出てしまっているよっていう感じだと思うんですけれども、うん、じゃあどこにアクセントつけたらいいの。まあ、曲の感じにもよると思いますけど、はい、はい、そうですね、まあ、リズムの感じにもよると思うんですけど、基本的にはその表とか、はい、うん、極端にっていう風にやるのがまあまあセオリーとして良いとされますよね。そうですね、スタンダードですよね、やっぱ分かりやすい、はい、じゃあそれやってみましょう、うん、とりあえず全体的に弱いところに今の音を入れてしまって、うん、でこれと右でやる場合はですね、比較的はっきりと、うん、あのやりすぎかなっていうぐらいにベロシティ差つけちゃった方が分かりやすいと思います、うん、こんな感じになってます、うん、一定ですけどね、はいはいはい、強い方が87、弱い方が60、うん、もうちょっと下下げてもいいかもですね。これで聞いてみると、後半が変えてない状態っていう風になるよと。だいぶ違いますよね。だいぶ変わりましたよね、うん、でもやっぱり個人的にもうちょっと下げたいなっていう風に、うんうん、いいんじゃないですか、思っちゃいましたね、うん、こういうだけでもだいぶ変わりますよね、うん、で数値でいうと2倍ぐらい今変えてるんですけど、うん、そんなに違和感なく聞こえてると思うんですよ、うん、なのでこの辺のベロシティは使う音源とかにもよって変わってきちゃうとは思うんですけど、テンポ感とか、だ今の場合はこれぐらいダイナミクスつけちゃってもいいのかなっていう感じですかね。でもしこれが裏拍を強調するような曲だったりすると逆になればいいと、んちゃんちゃんちゃっていう風になればいいので、まあその辺は何の楽器でも一緒ですよね。そうですね、ベロシティの考え方、どこに強迫を持ってくるのかっていうのは、まあ楽曲に合わせてやってくださいっていう感じにはなるんですけれども、うん、っていう風にどこに対して強弱をつけることによってリズムが生まれるよっていう、強拍と弱拍を作っていくよっていうのがまず第一段階と、うん、そうですね、はい、これすげえ大事ですよ。だってそうですね強弱はリズムですからね。ここ一緒になったら本当気持ち悪いんでね。前半がベロシティ一定のもの、うん、で後半が強弱つけたものですね、うん、この辺じゃもう気持ち下げて間ぐらいにしときましょう。はい、じゃあ聞いてみます、はい、っていうすごく簡易的にやっただけなんですけれども、これだけでぐっと生っぽいというか、うん、現実味のある演奏になりますよね、やっぱり、うんうん、ここぐらいまではそんなに難しく考えなくても、今みたいにベロシティをばらつけさせるっていうのは有効な手法なのかなと、うん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 、でここまで来たらここに対してベロシティにランダマイズかけてしまうのはいいのかなって思ってます。あの一定にしないって意味で、はい、とはいえ最初にベロシティランダマイズさせるのはあんまり良くないかなっていう基準が、うん、そうです、うん、という感じでございます、はい、じゃあ続いて、はい、音歌、はいはい、打ち込み的に言うとデュレーションってやつですね。どれぐらい音を伸ばすのか、うん、で今は 100% サスティンの状態なわけですよ、うん、で通常当たり前なんですけど、こんなことは人間が弾く限りありえないわけですよ、うんうん、じゃあそれを踏まえた上で、うん、じゃあ先ほどの弾いたベースをもう一回聞いてみましょう、うん、はい、
はい、全ての音の長さがちょっとずつ違うよと、うん、ただこれやっぱ難しいのが、うん、一律にこう短くすればいいかっていうのでもそういうわけでもないですよね。そうですね。特にルート弾きのベースの場合って、うん、極端にはちょっとやってみましょうか、うん、一律にこういう短さにしてしまうと、うん、下手くそなベースになっちゃうわけですよね、うんうん、なんか違いますよね、うん、これだったらこっちの方がまだ私はいい気がする。そうですねっていう。ただ全体的に同じ長さであることに対して多分のが違和感があるんだと思うので、うん、そうですね、部分的に短くしてみます、うんうん、ランダムで。そうですね。で多分その短くするのもすごい短くでいいと思います、うん、あとはそうですね、私これや結構ルート弾きってちょっと話の趣旨が変わっちゃうんですけど、うん、打ち込みベースの打ち込みで一番難しいと思ってるんですよ、うん、なので、うんうんうん、ルート弾きは私は避ける傾向にありません、打ち込みでやらない場合。うーん、あらが出ちゃうであれば細かく動かしちゃった方が、うん、要はミュートの音とかを入れるんですよ、うん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 、そうするとなんかリズミカルに聞こえるっていう。はい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 、はい、で、まあ、生で弾くときに無意識にやってる弦に指が触れることによってミュートができたりするわけじゃないですか、うん、それでリズム取れたりするので、はいはいはい、そういうのを打ち込み的に再現して短いデュレーションの音とかで音止めちゃうとか、うん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 、っていう風にするとリズム感が出しやすいんですよね。っていうのでルート弾きは難しいですよ、うん、超、まあ、ルートがルートたるゆえんって難しいですよね。楽器弾く側でも難しいですかね。難しいですね、うん、シンプルゆえの難しさっていうものがあって、最初よりかはマシですか？そうかも。2拍目のケツが気持ち悪いです。ダーダダになっちゃうね。まあなんかその辺、まあ、どこまへんまでやるかにもよるんですけどね、実際ね。うん、で難しいのが、うん、ルート弾きとかの場合って基本8分じゃないですか、うん、なんでこれをコピーしてやってしまうのが一番楽なんですけど、うん、そうすると4小節のフレーズを作った時に2小節ずつ音楽が一緒っていう風になるのでその気持ち悪さったらないよねっていうわかる？わかるよ。そしたらどこまでを一つの区切りとしてフレーズとして作ったらいいんだろうみたいな難しさもあって、うん、そういう意味でルート弾きのかっこいいのは超難しいって言ってるのはそういうところも関係してます ね。めっちゃ時間かかるみたいな。めっちゃかかるね。かかりそうでしょうね。なんで弾いた方が早いかもしれないよっていうのはあるかもしれないんだけどこんな感じですか、うん、これ短いかな。みたいな形で、まあ、ちょっとずつ作っていくと、うん、でおそらくやり始めの時って何が変わってるのかよく分かんなくなっちゃうと思うんですよ、うん、なのでさっきみたいに修正する前のデータと修正した後のデータを両方残しつつ、うん、いじっていただくのが分かりやすいのかなと思いますね。でさっきも触れた通り打ち込みでやるのであればフレーズは動かした方が簡単ですとかってやるのであると打ち込みでもそんなに荒れにくいでしょう、うん、と、まあ、まあ今回は入門編というところで一通りこんな感じでいかがでしょうと、うん、ね、なんか参考になるといいですね本当に。うん、まあ、なんて言うんでしょう、もっと細かく考えていくとめちゃくちゃ難しいテーマだったりしますし、うん、うーんとベースに限らずこの辺の音価の調整というか扱いとかっていうのは、うん、一番音楽の肝になってくる部分だとは思うので、うんうん、今回ベースっていう楽器でお話をしてみましたけれども、うん、この辺りは皆さんの方でも追求していただけると面白いテーマだと思いますし、そうですね、で今お話ししていてもしかしたら気づかれた方もいらっしゃると思うんですけど、うん、これといわゆるスイングって今違う別のお話をしているっていうのは分けて考えていただけるといいなと私は思ってます、うんうん、発音タイミングのお話がスイングですよね、うん、それに対して音価デュレーションに対する音の変化リズム感っていうのが、はい、今回のそうですね主軸だったわけなんですけれどもはいはいはい、はい、まあ、ちょっとこの辺に関してまた機会があれば深くやって実験しつつ、うん、実際のサウンド変化というか、うん、そういうのを見つつやってみても面白いかななんていうふうには思っているんですけれども、うんうん、
まあ、ベースにおいては音程とかっていうよりかはやっぱりリズムを重視していただくと、うん、よりかっこいい楽曲に仕上がってくるかと思いますし、うんうんそうですね、やっぱベースがかっこよく決まると楽曲全体のクオリティってかなり変わるじゃないですか。うん、あるんですね、うんはい、ありますので。だし、まあ、ベタ打ちを卒業できると、うん、コンプとか打つときもあこうなるんだなみたいなのか、そうそうそう、なんかずっと一定じゃないってこういうことになるんだなみたいなことが分かると思います。はい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 、うん、ベタ打ちはベタ打ちでいい場合もあるんですよね、うん、あの前提として今更言うなよって話なんですけど、そうですね、ベタ打ちすることによって特有のあの感じが出したいときにはベタ打ちが正解ですかね。という感じで今回は、はい、ちょっとベースについて、はい、いろいろお話ししてみました。また違う楽器もこういうな風にできたら面白いかなっていうのも思ってたりしますし、うん、はい、またやっていきたいと思いますので、はい、引き続きチェックお願いいたします、はい、それではご視聴ありがとうございました。